ですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花です。こんにちは。これは気に食わない。すっ、お昼過ぎましたね。実はこれから仕事って、そう今日はね今から行って、で夜遅いので今日だからちょっと出る前に配信しておこうと思いまして、よし。眠いね。今日はお昼まで寝たけど眠いわ。昼は食べたのって、まだ食べてない。これ何ピンってなってる。寝るの遅かったの？昨日さ、今日さ、今からお仕事行くんですけど、だからさわりかし遅かったわけじゃない、今日午後からで。そしてやのにさ昨日全然なんか寝れんくてさ、耳だけどうしよう。違う、モンハンじゃない、昨日モンハンやってない。なんかね、そう怖い。何やったんやろ昨日。なんか昨日怖かったのよ寝るとき。なんかなんだかんだ2時ぐらいからずっと目つぶってたけど寝れんくて、で結局3時半ぐらいにやばい、もうあと30分で4時になるわみたいな思ってて、え、ほらまた今なんか途切れた、怖っ。今パチってなった。あ、ほらまたパチってなった。ほらパチってなったよ。ほらもうやめてよ怖い。でもなんか昨日ほら画面止まったでしょ、ほら怖いほら怖い。そうだから昨日寝て目つぶったらなんかすごい怖い人がさまぶたの裏にさ映るのよ。怖くて昨日ねなかなか寝れなかった。やめてよ怖い。怖いよね。
見てたらアプリ落ちたやつやめてよやめてよ、画面止まったやつ、さっき止まったよね、2回ぐらいパチってなったの見た。え、何今も止まってるとかやめて、今また止まったやって、嘘嘘、それは知らんよ、ちょっと待って、こう、あーやめてーやめてー、怖いからやめてー、違う話しよう、あーあー、ないよ霊感あるのって、ないよ霊感、霊感はない、一回髪の毛全部取ろう、ちょっと気に食わない、食わなかった、まつげでも伸ばすか次でも伸ばすか、気晴らしに、どこまで伸びるでしょうか、それで昨日はね、寝るのがちょっと遅くなったんですよ、という話。と、でも寝れたけどね、だいぶ。配信でよかったやって、夜なら怖くて寝れんとかやった、怖いよね。でもね、洗面所で配信してたらね、なんかそれたまにあるのよ、そう、なんか一瞬電話のマークが映るんですよ、なぜか、ほんとなぜか洗面所でやるときだけそうなるの、毎回なるわけでもないけど、よくなるんですよね。そう、だから今のはね、よくあるやつなんですよ。止まるやつ。そう。集合住宅あるある。ちゃんのこと、はるちゃんって呼んでるんだね、そう、はるちゃんって呼んでって言っていただいたので、はるちゃんと呼ばせていただいています。あんま聞かへんよね、でもこみさんのことをさ、下の名前で呼んでる人あんま印象ない、他の人でも。誰かはるかとか呼んでんのかな、
なんか同期の人たちも込みはってなんか言ってるような印象。おめぐはるちゃんのことなんて呼んでんやろね。でもみんなはるかはとかはるちゃんはって言ってる印象がない。こみさん、あ、ちかはまなみさんははるかって呼んでた。あ、そうなのね。そうかそうか。メンバーにはるかっていう名前多いよねと。そう？はーちゃん、クロスはーちゃんとか。おう、はる、はるかって他にいる？あんま大西イメージないかも。あ、でも卒業生の方か。今そんないないよね、別に。ね、今はそんな印象ないかも、大西。多いっていう。この名前が多いみたいなのないよね、別に。昔エイトはナナミじゃないわ、佐藤が多かったよ。佐藤さん3人いた。今ないよね、全然そういう印象がない。だからこの名前多いなみたいな。そうね、そうねそうね。なんとなく珍しい名前の方も多いよね。単純に上の名前だけちょっと珍しいとか、名字珍しい、名前の方が珍しいみたいな。向井って珍しいよね。向井さんはね、もしもみおさん以外会ったことない。でもそれを言ったらだいぶ会ったことない人多いよ。それで言ったら小宮山さんもいないし、行天さん、浜さんもいないわし、長野さんもセリカが初めて。三友さんなんてねいないもん、周りに。大体いない。倉野を下尾もいないし、宇多田いない。大体いない。本当に大体いない。ね、珍しい名前多いよね。だから被ってるのもそんな印象もないもんね。珍しい名字だから嫌だって。ないものねだりよね。なんか普通にさ、結構多い名字の人はさ、珍しい名字憧れるって人多いと思う。
珍しい方がいいな。大西もね、珍しい名字いいなって思うタイプの人間なんですよ。大西っていっぱいいるから。でもそれはそれで大変なんやろうね。なんかそこのさ、地域でしかさない名字とかだったらさ、バレるじゃんすぐどこどこの何々出身やんなみたいな。それも大変だよ。だから芸名とか便利なんだろうけど、ね、15分になったら終わるわ。珍しい名字だといじられるよって。まあそうか、いじられちゃうのか。でもあれよ、多い名字でもいじられるよいじられるっていうか、大西は、大西がいっぱいいたの周りに、小学生の頃。そうそう、だからそう、同学年にもいたし、上の学年にもいたし、下の学年にも大西っていたし、大西だらけやったのよ。だからそう、大西さんって呼ばれて、はいって言えなかったもん。え、自分みたいな。え、この大西で合ってますかみたいな。机、小学生のさ、机、小学校の時の机って名字がね、貼ってあったんですよ、机に。でも大西いっぱいいるからさ、そう、大西もうみたいなそう、大西もの大西さんみたいなそう、それはそれでね、すごく嫌だったんですよ、大西は。そう、だからよくある名字の人もね、そういうね、嫌なことはあるんです。だから、まあだからないものねだりよね。そう。そうそう。しかも、ももかも結構多い方のさ、名前じゃない。そう。そんなに嫌なことって、今それをされても何とも思わへんけど、やっぱ小学生低学年とかの時はすごい嫌だったの、それが。そう、なんで大西だけもってついてんのみたいな。そう、そう、小学生低学年の頃ってさ、何でもかんでもさ、ウェーイってなるのよ。そうよ、大西もわら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 みたいな、今で言うみんな草ついてるみたいな語尾、なんかそういう感じやったから、大西はね、嫌だったの。そう、だから大西っていう名前が嫌いな時もあったし、桃花っていう名前が嫌いな時もあったし、だからちっちゃい時、桃花って名前変えたいみたいな、ずっとママに言ってた時あったし、ほんまちっちゃい時やけど、小学生低学年。そう、だからみんな、だからでも今は好きだよ、大西も桃花も大好きなんですけど、やっぱちっちゃい時ってさ、いろいろあるよね。人にちょっとからかわれるだけで嫌になっちゃったりするからさ。そう、そんなもんじゃない、そう、ちっちゃい時ってね、自分の意思より
そう、人にそうやって言われちゃう方が傷ついちゃってたから。ねえ、敏感だったよね。よかった。あ、もう時間過ぎてるね。じゃあちょっとおいしい、そろそろお家を出なきゃいけないので、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。いろいろあるよね。いきます。1位ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が純平さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が、黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がとち太郎さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がリピピーさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が、SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が島猫ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして、11位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位が MM ルールズアットマークギフヌールと人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が、インティライミさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ということでですね、ではでは今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では今日はちょっと夜遅くまでなんですが頑張ってきます。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。いってきます。